こんにちは、くまこです。今日は一流の頭脳の内容について分かりやすくポイントを押さえて解説していきます。一流の頭脳はスウェーデンのノーベル賞決定機関カロリンスカ研究所で研究を重ねた著者が明かす世界最新知見を集約した脳の機密情報について書かれた書籍だそうです。すごく簡単に解説すると、運動が脳にどれだけ大きな影響を与えるかについて具体的に書いてある本です。今、運動が脳に与える影響と聞いてあまりピンとこなかった人もいるかもしれません。運動というとどうしても健康やダイエットと結びつけて考える人が多いことから、脳に与える素晴らしい影響が科学的に明らかになっているにもかかわらず知らないという人が多いのです。しかし実は運動はストレス解消、集中力アップ、うつの改善、やる気の改善、さらに創造性、記憶力アップなどにも効果があることが分かっています。本ビデオでは運動が脳に与える代表的な効果について詳細に解説して、さらにどれくらいの運動をすれば脳への素晴らしい効果が見込めるのかについても解説していきます。今、運動を習慣にしていない人はとっても損しているということが分かってしまいます。それでは内容解説にサクサク進んでいきましょう。まず運動のすごい効果の一つ目として、運動はストレスや不安を一網打尽にすることが分かっています。運動するとリフレッシュするので、ストレスを解消する効果があるというのはなんとなく気がついている人も多いかもしれません。ただ実は運動がストレスや不安を吹き飛ばすということは感覚的なものだけではなく科学的に証明されていることなのです。運動の強力な効果を理解してもらうために、運動がストレスに効く仕組みを簡単に解説します。ストレスの正体はコルチゾールと呼ばれるストレスホルモンなのですが、これが放出されることによって動悸が速くなるなどの体のストレス反応が起こります。ストレス反応が強くなりすぎるとパニックが起こってしまうため、ストレス反応を抑制するための脳の箇所というのが存在します。それが脳の中の海馬と前頭葉と呼ばれる箇所です。海馬は脳の中では記憶を司る箇所、前頭葉は衝動を抑えるなど理性を司る箇所と言われています。ところが継続的にストレスを抱えていると、ストレスの抑制に関わる海馬も前頭葉も萎縮してしまうことが分かっています。実際に長期間ストレスにさらされ続けた人の海馬は小さくなっていたり、極度の不安症の人の前頭葉が小さくなっているということも分かっているそうです。そのためストレスが長期間続くと海馬が萎縮して短期的な記憶喪失に陥ったり、理性的な判断ができなくなってしまうということも分かっているのです。そこで運動の出番です。運動がストレスに効果的な理由は2つ。1つ目の理由は、ここまで解説してきたストレス抑制に関わる海馬と前頭葉の機能が運動によって向上することが分かっているからです。ストレスを抑制する機能がある海馬と前頭葉の機能を向上させれば、ストレスの暴走を抑えることができるのです。さらに定期的に運動を続けていると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量がわずかしか上がらなくなっていくということも分かっています。これら2つの理由から、運動をすることでストレスに強い体になっていくということが言えるのです。フィンランドで3000人以上に対して行われた研究では、週に2回以上運動をしている人はストレスや不安とほぼ無縁であるということも明らかになっています。ストレスが全くないという人は現代にはいないと思います。人それぞれいろいろなストレス解消法を持っていると思いますが、運動はストレスを解消する効果が科学的に立証されています。もし今ストレスに悩んでいるという人は、定期的な運動をしてみてはいかがでしょうか。2つ目の運動のすごい効果としては、集中力をアップさせることが挙げられます。理由は2つです。1つ目の理由としては、ドーパミンと呼ばれるホルモンの分泌量が増えると周囲の雑音が聞こえなくなって目の前のことに集中できることが分かっているのですが、運動した後にはドーパミンの分泌量が増えることが分かっています。さらに集中力をコントロールする役目を果たしている前頭葉の機能も運動によって向上することも分かっているのです。
この2つの効果によって運動は集中力アップに効果があると言えるのです。大人を対象にした研究では、週に3回1回45分マシーンでウォーキングをしたグループと、同じ頻度と時間ヨガやストレッチをしたグループに分けたところ、半年後ウォーキングをしたグループに集中力の改善が見られ、さらに前頭葉が活発化していたということも分かったそうです。200人の子供を対象にした研究でも、12週にわたり心拍数を増やす運動をした子供と、絵やスケッチをして静かに過ごした子供を比較したところ、心拍数が上がる遊びをした子供たちに集中力の改善が見られ、さらには気分のムラが減り、癇癪もあまり起こさなくなったという結果が得られました。研究によっては、5分ほど活発に体を動かすだけで子供の集中力が改善されたというものもあります。集中力は気が散りやすい現代人の関心事の一つで、集中力に関わる自己啓発やサプリメントなど効果が怪しいものが活発に提案されています。しかし運動であれば無料で、さらには副作用もなく、集中力アップへの即効性が期待できるということです。最近集中力がないと悩んでいる方は、ぜひ日常に運動を取り入れてみてくださいね。最近仕事が忙しくてうつ気味だとか、やりたいことがあるのにやる気が湧かないという悩みを持っている人はいませんか？はい、そんな人にも運動は効果的なのです。特にうつ病に対しては大きな効果が見られることが分かっていて、実は運動には抗うつ剤と同じくらいの効果があるかもしれないとのことなのです。もちろんうつとまではいかなくても、少しだけ気がめいっている人や、やる気が出ないという人も、運動をすれば晴れやかな気持ちになるということが分かっています。その理由を納得してもらうために、脳の BDNF という物質について簡単に紹介します。BDNF は脳卒中や頭部を強打して脳が損傷を受けると放出される脳を守る物質ということが分かっています。さらにそれだけでなく、脳細胞の成長を促したり、脳の細胞間のつながりを強化して学習や記憶力を高めるという役割も果たしているそうです。その他にもいろいろなメリットがあり、書籍では脳の天然肥料と表現されています。この BDNF はうつとも密接に関わっていて、うつ病の人は BDNF の分泌量が低いことが分かっています。さらに自殺した人の脳も BDNF 物質の値が低いそうです。これらのことから、 BDNF の量を増やすことで脳で新しい細胞が次々と作られるようになり、うつや気分の低下を防ぐことができるのではないということが分かってきています。さて本題です。うつを防ぐと言われている BDNF はどうやって増やすことができるでしょうか。錠剤にして飲んでも注射をしてもなかなか増やすのが難しいようですが、はい、正解、運動です。運動して BDNF の量を増やすことで、うつや気分の低下を防ぐのです。実際のアメリカの研究では、156名のうつ病患者を抗うつ剤を服用するグループと運動するグループに分け、4ヶ月後効果を比較したものがあるのですが、結果としてうつ病から回復した人数は同じくらいだったそうです。さらに半年後も追跡を続けたところ、なんと抗うつ剤を服用したグループより運動を取り入れたグループの方がうつ病の再発率が低かったことすら明らかになっています。つまりこの研究だけを見ると、抗うつ剤より運動の方が効果があるのではとも言えるのです。運動にはすごい効果がありますよね。気分が沈みがち、不安になりやすい、仕事が忙しくてうつ気味という人は、ぜひ運動を日常に取り入れてみてください。ここまでストレス、集中力アップ、うつや気分の落ち込みに運動が効果的であることをお伝えしてきました。ただその他にもいくつかの効果が科学的に分かってきているのです。例えば、運動を定期的に行った人は幸福感が増すといったことや、運動を定期的に行った人は皮肉っぽい気質や神経質な性格の人が少ないという研究があることから、性格も変わるのではといったことや、記憶力を高める、創造性を高める、子供の学力を伸ばす、認知症など脳の老化に効く、などといった諸々の効果が分かってきています。さて結局、どれくらい運動をすればこれらの効果を得られるの？と疑問に思った人もいるでしょう。厳密にはいろいろな研究結果があるため、得たい効果によって一番最適な運動は異なります。
ただ分かりにくくなるので、ここではざっくりと言わせてもらうと、週2から3、最低30分のウォーキングをまずは習慣にしてみてください。さらに脳のための最高のコンディションを保つためには、ランニングを週に3回、1回45分以上行うことが望ましいそうです。はい、ここでそんなに歩くのも走るのも無理だから、このビデオは見なかったことにしようと諦めようとした人はいませんか？残念ながら、たとえ1日5分のウォーキングでも、やらないよりは全然価値があると書籍でも強調しています。1日5分のウォーキングならおそらくできないという人はいませんよね。サボる言い訳はもうできないので、今日これから有酸素運動を定期的に行うことを考えるようにしてみてください。また注意点としては、どんな運動を選んだとしてもなるべく長く続けることです。なぜなら、脳が再構築されて構造が変化するまでには時間がかかるからです。半年も続ければ目覚ましい変化を実感するのではないかと書籍では述べられています。さて、一流の頭脳の解説は以上になります。他にも興味深い運動の脳への効果が盛りだくさんの書籍です。紹介しきれなかった研究や脳の機能についてもしっかり知りたいという人は、概要欄に書籍のリンクを貼っているので、時間があるときにぜひじっくりと学んでみてくださいね。それではまた次のビデオで会いましょう。